松尾鉱山の祭りで使われていた神輿が1972年の閉山後初めて外に出されました。今年は松尾鉱山が創業して100年の節目となります。創業記念日の8月1日に来られる人だけでも集まろうという呼びかけに、鉱山の従業員や関係者などおよそ60人が八幡平市の柏台地区センターに駆けつけました。そして用意されていた当時の懐かしい写真を食い入るように見ていました。東京からスキー客が列車で松尾まで来ていたという話題に男性の手が上がりました。人力を運転した機関数ですか。まだ運転やした。たまたま鉱山の花祭り地のやったので本人がチームで出てるんですね。普通のお話をやろうと思ってもですね、顔見知りなもんですから、うん、もう懐かしい昔話が入って長々となるんですけど。そして最後に松尾鉱山音頭に合わせてみんなで盆踊りを踊りました。して交差さかった時磨いたらすごく物がいいからね、綺麗になって、それからハードハーそのまんまに。こういう貴重なものなんです。今から買うとは思いませんので、これはやはり松尾鉱山資料館という名前を付けたら、そのね証としてこれを備えてもらいたいんですけども。次はみんなで担いでみませんか。きっと神輿も喜んでくれると思います。